今日は大切な話があります。私にとって黒人の人たちは友達であり、危険にさらされていることを思うと怖くてたまりません。白人の警察官が黒人男性のジョージ・フロイドさんを殺害しました。ドレイ・ジョン・リードさんを殺害しました。トニー・マクデードさんを殺害しました。ブリアナ・テイラーさんを殺害しました。アマド・オーブリさんを殺害しました。メディアに大々的に取り上げられても、警察官が黒人の人たちの殺害について罪を問われることは圧倒的に少ないです。どれだけの事件が記録されることも、私たちの目につくこともなく闇に葬られ続けてきたのか想像してみてください。私たちの大切な仲間や友達は日々この恐ろしい現実を生きているのです。で、一緒に行動を起こす一歩を踏み出そうという思いを込めて、大切なあなたへこの手紙を書いています。大抵の場合、私たちは道を歩いているだけで脅威とみなされることはありません。私たちの周りの黒人の人たちはそうではありません。黒人の人たちの命を危険にさらし続ける不平等な正義の執行は、正義ですらなく形を変えた差別なのです。強奪や破壊行為の映像に心を痛め、不安な気持ちになっているかもしれません。ですが、もし皆さんの愛する人の命が無残に奪われた時、周囲がそのこと以上に物が奪われたり壊されたりしていることを気にかけていたら、それがどんなに心ない言動として映るのか。だから私たちはブラックライブズマター運動を支持します。この国はいつも私たちに優しかったわけではありません。皆さんは私たちがより良い暮らしができるように、アメリカでの差別や偏見に耐えてくれました。そんな皆さんの経験こそが、私たちが団結し黒人の人たちと連帯する必要性をかつてなく示しています。私たちは私たちの力で誰もが恐怖に怯えることなく暮らせる社会を作り上げることができると信じています。この手紙を読んでくれた一人一人がひるむことなく、その未来へ一緒に踏み出してくれるよう心から願っています。愛と希望を込めて、あなたの子供たちより。